さて、まあけどまあ惜しかったな、今の。やっぱ戦闘が入ると楽しいね。あ、いい位置じゃない？これ。上から来たね。どこ降りる？ここら辺行っちゃおお、そこ行く。う？うん。ここ降り多分し、て、こっち向かおう。マジか。多分進路的にはこの辺かなんか行きそうだから、多分この辺あたりかなんかで降りて、で、こっちに向かうみたいな進路でいいか。多分そうなると思うよ。多分どうせこの辺で降ろされるかなんかするだろうし、強制的に。一気に伸ばそうぜ、パラシュートで。ギリギリまで、もうこれずっと乗り続けたままでいくか。多分降りる必要がないかもしれない。もう、どの道降ろされるだろうから。パラシュート。おい、来た。降ろされた。意外といないね。ね、うん、人気いなないの。いな。この橋のふもとらへんのとこから攻めよああ、この建物のとこか。ここで検問所とかできそうだからね。う。ね。俺の同期はね、ここでミニミカなんかぶっ放して検問所やってたって言ってた。おわ。そう、キチガイなミニミをね。ミニ。そう、機関銃、ミニミってやつ。100発くらい入ってるやつ。あれね。あれがね、救援物資のみとはいえ、なんか一番強いみたいなこと言ってたんだよ、俺の同期は。おお。あれをやると本当に強いらしい。お、いいね。16とウィンチェスター上がった。ウィンチェスター、マンチェスター。おお、またスカーじゃん。お、スカー。確かなんかアサルトライフルの中で一番安定してるのがスカーみたいなこと言ってたんだよ。マジ？うん。安定性求めるのはスカーで、なんだ。もっと安定性求めるんだったら、カスタムしたやつの方が、カスタムした武器の方がものすごく強いって。で、え？ AK はやめとけって言われた。AKM。そう、AKM。大体 AK はどの武器でも強いみたいな感じで言われてるけど、結局はこっちの方では正直言って結構暴れ馬だからやめておけって言われた。そう、なんかブレるんだ。ブレるらしいよね、あれ。うん。めっちゃ。でも実装当時のね、16の方が一番ブレるって言われてたらしいよ。あれは本当に画面がね、なんだ、視界が変わるらしいから。構えて打つと、なんか空を見上げることになるって言ってた。お、車もあるし、いい感じ。範囲から結構外れてるから、いざとなったら車で行けそうだね。カバンがない、カバンが、あった、カバン。俺、カバンレベル2が手に入ったよ。なんだって。そこそこいい感じのエリアだな、ここ。マップチェック。オッケーオッケー。車あるし、何の問題もない。下準備にはちょうどいい感じかな。あとはカスタムパーツかないかをある程度揃えれば文句がない感じかな。9ミリいっぱい拾っとこ。おお、回復。7.62ミリ。バリスティックマスク。おお、仮面が作られるようになった。バリマスク。そう。完全にこれ、北斗の拳に出てくるジャギみたいなマスクだけどね。いかんの。9ミリ拳銃か。フォアグリップか。9ミリ。9ミリ。この辺はなさそうかな。トミーガン。お、トミーガン。持ってくか、しゃあないから。
そこでザ・ペインみたいにトミーガンって言ってこうシャッて出すんでしょ。あのメタルギアソリッド3のあのザ・ペイン、うん、結構懐かしい感じがするけど、50発放てるぜ。あ、50発入れたっけあれ。あのマガジンつけた、マガジン。ああ、例えばさ、エテさんってスイッチ買ってたりするの？買ってねえ。買ってないのか、うん、なんかね、周りの人聞くとさ、スイッチってなんかあの購入難しいとかなんかすごい聞いたんだよね。俺普通にアマゾンで買ったけど。もうけど大丈夫なんじゃない、うん、一時はほんとずっと売り切れでさ、うん、あれだったけど。あー、売り切れだったんだあれ。うん、売り切れでもう買う人を抽選で決めるみたいな店が。あ、そうなの。うん、それぐらいのレベルだった。へえ。ん？車？あー、エテさんか。四駆手に入れた。四駆。範囲の方に一応走っとかないとね。せめてもろ。あれ、パズルどこ行った？あら、防弾チョッキとか見当たらないな。せめてなんかスコープくらいは欲しいけど。カマ。カマ。クイックドローか。まあ持ってて損はないかな。サプレッサーはあんまいらないし。あとは、あれかな。手榴弾か。バイクのヘルメット1。この辺、このまま。この辺かな？もうないかな？これは、うん。なさそうだな。随分ふかしてるね。ふかしているねって言いながら、なんか完全にこれ置いていかれるパターンだけど。うわぁ、待て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 追いつかねえ。危ねえ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 、ラグって瞬間移動した。引いちゃった。回復ある？うん、包帯くらいならば。あ、包帯とエナジードリンクは1かん、うん、はい、これお給あってよかった。なんかラグってあれ走ったままなんか方向転換できねえと思ったらさ、うん、死んでるの。普通にびっくりしたもん。さあ、応急拾いに行こう。うん、とりあえず黄色ピン目指す。すげえな、この高低差。うん、うわー、おー、全然ハブ効かねえ。あれ、パンクでもしてんのか。すげえ煙出てる。煙がすげえ。うん、ん？ズドーンって言ったぞ、なんか今。あ、ニトロ、ニトロ。あ、ニトロか。うわー、このマップ、あれだね。これ、なんだ、ちょっとでも動いたらすぐバレるね、このマップ。バタ撃って。あ、撃てないこれ。座席どっか移動させないと撃てないこれ。あれ、どうやって移動させるんだこれ座席。コントロール、コントロール、コントロール。バザー撃って。おっしゃ、ナイス、引くわ。うれぇ、倒しても大丈夫かな。なんか今一瞬どっかで銃声したような気がするな。味方か。あ、エナジーもらい。4スコあるで、パーさん、4スコ。おむね4スコ取られちまっとかったぜ。4スコいただき。あ、ミリタリーヘルメットだと。それはありがたい。ベストもあるじゃん。自分の乗ってきた車にもう一回引かれてる。あ、SKS か。SKS いいじゃん。SKS 俺使ったことあんまないの。ウィンチェスターと SKS、どっちに、あ、じゃあ SKS に戻ろうと。うん。なになに、
あーあーあー、ちょっと車がフラコン、あ、車が一人でにどっか行っちゃった。サイドブレーキ引き忘れたの状態になってる。しまった。サイドブレーキか。ちょっと嫌な思い出を思い出したな。サイドブレーキが使えない戦車に乗った時は一番鬼畜だった。よし。無人とこの戦車さ、サイドブレーキ使えなくてさ、坂道発進の時くすびびったんだけど、サイドブレーキは引きませんって言って。あのね、あれなんだ、ブレーキとか踏んでなんかこう連動するタイプのサイドブレーキなんだけどさ、うん、そのサイドブレーキがくっそかたくて、あのブレーキ離さなきゃ絶対にこうサイドブレーキ引けないわけよ。でそのなんだ、戦車ってね、後ろ向きに言っちゃうと、あの、はい、やばい時はぶっ壊れるんだけどさ、それをやらないようにサイドブレーキをどうにかこうにかしてかけなさいっていう風に言われた時は一番きちくだったんだ。どうやって？かなり無理みたいな。そう。でも、どうしようもないですみたいな感じで言ったら、もうしょうがないから、あのもう、そのまま発進しなさいっていうふうに言われたんだけど、うん、それもそれでまた結構大変ですね。お、ちょっと、UMP ですよ。UMP にするわ。トミーがいらない。UMP があるよ。UMP でしょ。うん、持ってる。今拾った。あ、拾った。トミーガン捨てた。うん。お、松茸が生えてる。だってさ、トミーガンさ、スコープつけれないじゃん。あーまあ確かに、うん、作らなかったね。やばい、サイトがない。サイト。お、ここにもまた松茸が生えてるじゃないか。フラッシュハイダーもあるし。お、松茸とフラッシュハイダーとサプレッサーだな。あー来たね、範囲来たね。ちょっとはい。あら、急ぎず。マジか。この辺かな？そう、この辺ギリ。ギリギリ入ってなかった。ねえか。他なさそうだね。もうちょっと物資集めに行くか。うん。いやー、やばいな。ばあさん、あの、2種類車あるけど、どっちの方がいいと思う？俺こっちじゃあ俺こっちお、お、そっち行っちゃうか。ん？あ、間違えた。こっちがあれか、エリアが。そう、こっち。あー、やべえのや。やべえのや。操作が。ちょっと怖えけど。もうこれ完全に裸から見たらグルだってバレるね。怖いけど、ここ突入…あ、ちょっと待って、マップ見てなかった。ここ通り抜けよう。うん、こんなところで油売ってる。あー、ちょっと待って、バギーに乗るわ。ちょっとこれ遅い、これ。じゃあ俺、後部座席に乗る。うん、押せ、あれ。行くぞ。ガソリンは持ってるから。どうしようかな、SKS で行こうかな、俺。SKS ってさ、AR だよね。うん、SR なのあれ。S、あ、どうだろうな。このゲームの、あの、武器の仕分け方っていうのかな。なんかあの、分け方がよくわかんないかな。マークスマンライフルだとは思うけど、うん、まあなんだろう。狙撃銃とはまた違ってるとは思うんだよな。この、なんだ、武器の仕様っていうのかな。それを見る限りだと。なんだろう、あの、中距離向けの、あの、中距離から遠距離向けのアサルトライフルみたいな、そういう扱いだと思う。連射ができない代わりに、射程距離が長いみたいな。まあ、あれだ。ちょっとしたビームライフルみたいなものだよ。ビームライフル。そう、普通のアサルトライフルがマシンガン、ザクマシンガンだとして、こっちはビームライフルみたいなもんだから。一発の威力が高いじゃん、連射できないで。おお、登れる。あ、いけそうだね。これひっくり返ったら多分俺即死するだろうけど。あ、これ、ここは無理だ、絶対。見下ろすにはちょうどいい場所なんだな、ここ。ちょっと一回ここで止めてみるか。いやー、けど物資欲しいよな、もうちょっと。よし。やっぱあれだな。眼鏡が欲しいな、このゲーム。眼鏡って？
双眼鏡のこと。双眼鏡とか、あの単眼鏡とかの眼鏡。スコープじゃなくて、普通に覗くタイプのだけのやつ。そう、リアルものを使ったこと、俺だから言える。あの、本当にね、双眼鏡のありがたみをね、わかるから、こういう時に。一回俺ね、前期教育であったんだよな。あの、そう。ちょっとしたあの、なんか不況で、なんだ、なんていうのかな。あの、偵察とかあっちあたりの方になっちゃうんだけど、うん、なんかあの、敵に気づかれないように、見張りとかいるから、それに気づかれないように、あいつらの雑能を取ってきたら、お前らの勝ちな、みたいになってて。そういうね、ちょっとした、若干遊びが入ってたかもしれないけど、そういうのがあったんだよ。相手に気づかれる、相手の故障に気づかれることなく、あいつらの後ろにある雑能を取ってきなさいっていう、ちょっとしたステルスミッションみたいなのがあったんだけど、それがね、うん、それやった時そうだったんだけど、全然見えないんだよ。で、で、あの、その時に双眼鏡が本当に欲しくて欲しくてたまんなかった。見えないんだよ、あれなら。よし。お、あるある。包帯ある。火炎瓶か。いいね。パーさん火炎瓶すぐ投げるからな。火炎瓶より俺はスモークかな。どっちかっていうと。スモーク。パーティカル。フライパン意外とないね。今日フライパン見かけてないや、俺。うわ、なんか蹴られた。フライパン。あった？危ない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 。頭吹き飛ばされちゃう。当倍でもいいから、ちょっとサイト探そう。サイト。一応俺、購買率持ってるけどね。あ、M16。16は俺持ってるよ。弾あるよ、弾。弾か、198発あるから多分持つとは思うけど。十分だね。うん。レベル2バックは？あ、レベル2はある、大丈夫。オッケー。 5.56 ミリか、オッケーオッケー。カバンしかねえ。カバンしかないね。トウ、我々にカバンちゃんになれと。ああ、おお、危ない危ない。ここはもう範囲来てるわ。次のエリア出たか。おお、出たね、うん。ここだな。黄色ピンを制圧したら勝てる気がする。このフィールド。ここか。結構行ったね。あの辺なんもないから持久戦に持ち込むとすれば、相手は選んだ方がいいかもしれない。撃たれてるか？銃声が聞こえるな、真正面あたりから。ここでやり合ってる。余裕がない。PUBG 車運転してる時が一番楽しい。まあ、こんだけ広いオープンマップだからね。ね。俺もう運転はな、コリコリなんだよな。戦車でもう十分って感じだもん。もう戦車で最後に見たくないもん。車は大丈夫そうだね。今んとこは見えない。なんか赤いスモークみたいのがすごい気になったけど。あー、あれ、物資。あー、拾いに行きたいけど、怖い。絶対危ない。うん、絶対やばいよ、あの辺は、うん。落ちたすぐだったらいいけど。絶対いるよ、パーさん、ここ。いるね。絶対いるから。あの、2階建ての建物怪しいね。1個ずつ調べていくか。とりあえず、なんか投げてみようかな。よし、行くか。エテさんか。あ、武士、いろいろとゴールドしてる。階段発見。これ手つかずかな、もしかしたら。もしかしたら誰もまだ来てない可能性ある、うん、あ、エナジーとか普通に落ちてるから多分来てねえわ、ここ来てないか。
うんぴーとか普通のってことはここちょっと閉めてまだ誰も来てませんよっていうアピールしようやべ扉閉めるの忘れてた交代じゃあ俺向こうの建物ちょっと見に行こうかなうんとりあえず16をカスタムパーツをつけてよくしたんや AKM かあホログラフィックあるよあホロサイトくれくれくれ取りに行くうんホロかあとあ角間画かどっちにつけるかうーんフラッシュハイダーもらっていいうんあ SKS ってこれスナイパーライフルの扱いだカスタムパーツからするとほうこれがスナイパーライフルか射程距離の短くって扱いやすいスナイパーライフルって感じなんだな連射が効くうんマジモンの狙撃銃とか普通に俺横目で見るくらいのことはしてるからさ、うん、俺を狙撃銃と認めるにはちょっとなって抵抗あるんだよなちょっと車隠しときたいな車どこに止めたっけなあったちょっと車もうちょっと中入れとくわそういえばさ相手さんこの PUPG ってさなんかスマホ版になんか似たすごいなんかあからさない中国のパクリ系があるの知ってる荒野行動でしょそうこれ絶対 PUPG パクってる中国製のゲームじゃないかってあからさまに分かるからねあの あっちはやってないでしょちょっとだけやってるあやってはいるんだうんけどすぐやめた、うん、やっぱあれ PUPG と変わんないの変わんないしスマホだから操作性めっちゃ悪い、うんあーなるほどこれ2階のロッジから覗いとくか最近俺もスマホ変えたからさああいう系のやつがすごいできるけどやっぱ最近すごい似たり寄ったりのが多いんだよね、うん、PUPG が流行ったとかさ結構あるからこういうなんかやっぱオープンワールドのなんだ初期武器なしのサバイバル系が結構増えた気がするんだよこういう似たなんかパラシュートで降りてみたいなやつでしょそうそうそう車の音ああ車来た SE 止まるっぽいねこれ止まった止まった入ってくるよ反対側反対側か反対側これ普通にここおったら入ってくるかも足音立てずにじっとしとくかちょっとそこの扉開いてんのが怖いなまあいいかうん隣から足音すんね隣来た来た来たよし狩りの時間だここパーザあーやられたー何このやりとりパーザ頑張ってパーザあれああ後ろ後ろかやったうんやったナイスキルになったいけるかななんかまだグルのやつがいそうなんだよなもう一人くらい気絶あいやキルって出てきたかうんあっじゃあ多分大丈夫だよ誰か来たっぽいな来たねあ応急キットあるじゃん応急キットあるよこの箱の中にコンベンサーも入ってるし使った使った入ってくるよ入ってくるよ絶対マジで固まってるとまずいなこれ
ちょっと俺2階に避難を。よっ。あ、レッドドットもあるじゃん。いいね。意外といいもの持ってるよ、その人。いいもん持ってんね。よし、じゃあ俺もちょっと漁ろう。 SMG サップもあるし。うわ、撃たれた撃たれた、後ろ後ろ後ろ。あぶねえ、ちょっと待って、逃げよう。来たよ。あ、俺死んだ。あー、やっちまった。やられた？二人倒しておしまいか。まあ、ほどほどにいい方かな。やられちゃった。まだ見せられる範囲でいい方なのかな。思いっきり背背後取られた。最後背後取られたからね。箱に夢中になったら、あっと思ったもん。うめえわー。